しました。ハーンとか言ってたのに申し訳ねえ、すいません。あのめちゃくちゃめちゃくちゃシンプルに寝落ちしてましたびっくりするぐらいシンプルに寝落ちしてたんですけど、あの1ミリも何の記憶もなくて、私なんでここにいるんだろうって思いました。すいません。おはようございます。キングオブコント途中まで見てたんですけど、今ツイートで知りました。ここになったんだ。めっちゃ途中まで見て気ぃついたら寝ましたね。失礼いたしました。じゃーん、ミラーボールなんでピースしました。あ、嬉しい。うちは申し込んでありがとうございます。タカさん早っ。キキララキキララキキララだよねこれキキララって言ってすぐ頭考えちゃった。キキララタワーありがとうございます。ありがとうございます。かわいい。このこれなんだっけ、サンリオたちありがとうございます。皆様かわいい。なんかどのあれがあれでも可愛いですね。そりゃそうか、サンリオ可愛いんだもんそりゃそうだな。ほらどれも可愛いね。サンリオ誰推し？コロナ禍だったら悩ましいね。ピアノちゃんかクロミちゃん、マイメロはって感じですけど、てか多分ね普通にマイメロ界が好きですみたいなとこはあるんだけど、あ、クロミちゃんはあるけど、音符ちゃんじゃないや、ピアノちゃんはあれはないんだ。このあれにいるだけなんですね多分。クロミちゃん好きなんすよね。あのそうそうそう、あのさんなんだっけ、モカがいるので、あのだシナモンの友達に、そうだからもうみんないたらモカが好きかな一応一応とか言っちゃった。あ、間違えた間違えた。
これにはいないよね。これにはシナモンのみ。あーなんか押しちゃったよ、危ない危ない。あこれ以上引けないんだ。なんかあのこの画面をさどうやったらちゃんと見えるんだろうと思ったら引けなかった。かわいい。え普通にかわいいですよね、ずっとこの画面がいいずっとさこのキャラクターたちのさ画面がいい、かわいくない？なんか今誰かのメールでサンリオアバター最終日だって、だってだってらしいです何何ちょっと分かってない、ごめん。なんかそういうイベント中だったのね。うん、わあ。取れました？あ、消えちゃった。あ、お、2回目すごい。取れました？すごい、2連発だったね。めっちゃ可愛いですね。ちょっとごめんなさい、ソファー動いちゃった。圭吾さんありがとうございます、ありがとうございます。そしてゾウキンさんありがとうございます、ありがとうございます。すいません2人ともフレームに、フレームっていうの、フレームタワー2連発でありがとうございます。かわいい、なんかいっぱいいた。いっぱいいたけどなんか誰がいたかちょっと分かんなかった。誰がいたんだいやそうなんだよ、時差があるからちょっと難しいんですよねこれ。ありがとうございます。どっかに、どっかに来てたけど、どこに来てたんだろうか。ちょっと見つけられない。ちょっと。これか。おっと。すごいしかめて読んじゃった。あ、なんか。アバターがもらえるよみたいな感じらしいです。はい、多分今読んだ感じ多分らしいですとか言ってきっと多分みんなのが詳しいんだよね。すいません、あの平和にお過ごしくださいませ平和にお過ごしくださいませ、お好きに。で、じゃあの何とか集めてますみたいなのは私からはしないので、はい、お好きに。可愛いなと思ったものを
お使いくださいませ。かわいい。なんかさ、ここがかわいいだけでさ、なんかいいですね。テンション上がりますね。全然テンション上がって見えないと思うんだけど、めちゃくちゃかわいいと思ってテンション上がってるように見えてないのどうかと思うんだけど、どうかと、全然どうかと思うんですけど、すいません。ちょっとメールだけ送ります。てかなんかさ、めちゃくちゃちゃんと寒くない？すごい、ただの世間話なんだけど突然の、本当にただの世間話なんですけど、めっちゃ急に寒くない？ね、びっくりしちゃった。なんか、え、じゃあさっき帰りに歩いてたら、普通にこれさ、トレーナー着てるんですよ今日。ちゃんと寒かった。全然寒くて、なんか「ん？え、寒くない？」と思って、冬？とびっくりしちゃった。すいません、あのちょっとメールタイム入りますちょっとあの気づいたらこんな時間なので、ちょっと軽く喋りながらメールタイム入ります。すいません。おお、イエーイ。へっ、あ、失礼。例えば今日あの福袋のなんつっけ、はーちゃんのやつ、福袋のソロ公演っていうんですか、当選された方へのソロ公演っていうんですか、をしてたんですよ。で、全然別件でさ、全然別件で普通に6期生のレッスンにちょっとだけお邪魔して振り合わせに行ってたんですよ今日。そうで、それ終わって降りたらまだやってたんで、と思って、あの端袖から覗いてたんです。でさ着なよって言われて、私マジこれジャージでね、マジただただジャージでさジャージですっぴんでマスクして手に携帯持った状態でステージ上上がってちょっとだけ一曲だけ参加しました。今日こんな状態でステージに上がるなんて初めてだと思って、なんか面白い経験をしてきました。ちょっとだけ出ました。でもあの別にあの本当に一瞬だけだったんで、あの写真とかには本当に参加してないんですけど、そう本当に一曲だけ参加しただけなんで、最後だけ袖でメイクさんと一緒に見てたら呼ばれてしまいましてこうやって手振ってたら呼ばれちゃいまして、一曲だけ参戦いたしました
こんな話をしながらちゃんとメール打ってたんだよね。うわ、これ絶対みんなには成功してるやつだわ。悔しい。これ多分みんなには成功してるな。だって私が見たらもう「ん」ってやった時には「シュッ」って終わる時はしたもん。絶対みんなには成功してる。くそちゃんとバトルで。ちょっと私にミラボが表示されてないんだけど、どこ行った？どこ行った？どこに消えました？あれ？あれ？誰投げたこと？私に消えたんだけど。表示されないっていうタイプの魔球あるの？ちなみに。ちなみに表示されないっていうタイプのはありえるんですか？ちょっとどなたかわかんないんですけど、ありがとうございます。いやでもあのね、ミラボ自体は見えてるんで。え、このポチャッコめっちゃ可愛いね。そう、めちゃくちゃゆるくめちゃくちゃレアな回でございました。ホカピも先生してたの？あ、いや全然先生ってほどわけじゃないんですけど、ちょっとだけ振り合わせにお邪魔しました。はい、少しだけね。だけね。まだメールは平気ですよ。あと12分あるんで。怖い、いろんなのがありますね、ほんと。キョロキョロキョロピがいっぱい降ってくる。なんかさ、ちゃんと打ってちゃんと黙っちゃうね。恥ずかしい。あー、待って、間違えた。ま、もうお休み送っちゃうんで、はい、もう終わりまーす。なんかこんなにさ、配信中にメール送る人いんのかな。ごめんなさいね。送ってからメール、あ、違った、ん？合ってる。送ってから配信しなさいよって感じなんですけども、私はこうやって配信中に打ってしまいます。すみません。例えばこの間初めて
一覧に行きまして、初めて行ったんですよ。しかもちゃんとあの何ですか、あそこの四角い箱の方の一覧、あのさ天神の初めて行きまして、感動しました。これが一覧と思って、でもこれここだけなんでこの四角いのって言われて、え、そうなのってなって、全然なんか常にこれだと思ってて、えって思って、でも丸い方のやつを見せてもらったら、ああこっちのイメージだと思って、ちょっと面白かった。初めて行った。あんな感じなのねって知った。はい、お送りめしたので、皆様待っていてくださいって感じです。なんか TikTok 撮りたいんですけど、最近何が流行りなのか分からなくて、何がいいですか？なんかこれしてってありますか？の気持ち。そう、本当にねついていけないんだよね。あ、チグハグね。チグハグしか知らん。そう、チグハグはなんかなんとなくわかるんですけど、でもあれ何してるかわかんないんだよね。チチチチチチチグハグ、ジャ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 、マジそこしか知らないんだけど。短いのだったらさセーフかな。なんか踊り知らないので、好きが止まらない俺も、何それ、何だそれ、どうやったら出てくる。俺もこれじゃない、こうつ、おーすごい、いっぱい踊ってんねいっぱい踊ってんねとか言っちゃった。これ何、踊るやつ、あ、踊るやつっぽいですね。めっちゃ振り子。あ、その後めっちゃ振り子って言ってんの？振り子って何？あ、これ流れてる？すみません。あー、悪魔のキス、まあね。あ、振りコピ、あーめっちゃ振りコピー言うてんのね。なるほど。ここに検索欄に残しておきます。なんかこれしてくださいがあったら言ってください。
モカちゃんがやる系の曲じゃないかもしれない。あ、そうなの。ちゃんとちゃんと流しちゃった。なんか本当に TikTok、 なんかさ TikTok ってさ、あのなんていうの、もうなんていうんだ、あのちょっと見てるとさ、それの系統のものが出てきちゃうじゃん。だからなんかこう最近の流行りのみたいなの全然流れてこないんですよ、私のに。だからさ、何が流行ってるとか何も分かんなくてさ、そう分からんなーって思ってます。ちち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 ちみたいな、あ、こうやってやってるっけ、ちょっと分かんないけど、ちぐはぐはぐなん、黙るわ。ちぐはぐすらちゃんと知らないっていうの、やば。グハ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 グにて、ほりだら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 。ダメだ。ダメだこりゃ。ドジダラデデラデデルルル。ときめきめきのきめきめき。ミキミキみたいな、ダメだ、分かんなかった。なんか定期的になんか周りにめちゃくちゃめちゃくちゃちぐはぐ歌う人がいるんですけど、聞いても分かんないんだよね。ちょっと何言ってるか分かんない。みんながメール来た、確かに多分続々と届き始めます。はい、待っててください。そしたら分かり合えるのさ。ドキメギ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 、地球を救うのさみたいなのあるよね。え、わかんない。あのさ、私今こんな歌ってんだけどさ、もうこんな歌っといてもう遅いって感じなんだけどさ、え、あれは私踊ったら怒られるのかな。え、あれは私踊ったら怒られますか。ちなみに、ちなみに言うとあれは怒られるラインですか。ちょっとわかんないんですけど、もうやってるんでもうアウトだと思うんですけど、怒られるラインだとしたら、もう今更なんですけど、いや怒られるというか、なんかやめといた方がいいよみたいなラインなのか本当にわからなくてですね、そのライン難しくないですか。え、違う違う、っていうのも一応あの元はさ、男性アイドルドルなわけでしょ。でもさ、あのさ、 TikTok の流行りとその感じの LINE の線引きがマジで分かんなくて、分かりません。なので私ちゃんと歌ってますけど、歌ってないんですけど、すいません、逆に怒られますね。それはそれでバカにしてるのかって、そういうことじゃないんです、本当に分かってないだけなんですけど、わかんないよね、その辺。だって TikTok で流行ってたら流れてくるじゃん。おお、知ってるよって。でもそれもさ、そうその通り、こじつけで燃やされたことがあるからね、過去に。その通り。こんなこと自分で言っちゃいけないんだと思うんだけど、ごめん、黙っとくわ。
からもうね、わかんないの、どこで何が言われるかわかんなすぎて、そんなとこで言われるんですかみたいな、私生きづらみたいな感じになるので、本当にわかんないですよね、どこで言われるのが。そう、本当に分からなくて難しい。忙しいね世の中。なんかおーすごいってなりました。逆になんか感動しちゃって、そんなところにね、はいはいみたいな。そうなると私何もできないって思いながらって気持ち。いいんですよ、別にあの好きに言っていただく分には、あの好きに言っていただいて、お好きにどうぞって感じなんですけど、こちら側のね、側の皆様がなんか変に誤解されるのはちょっと悔しいじゃない。私もだって私を好きでいてくださる皆様、こうやってここに来てくださるような皆様はね、そりゃさ分かってくれてると思いますよ、うん、ご理解ある皆様ですから。だって私のことを好きで見てくれてるんだからさ。でもそこまではいかない、そういるじゃない、そのなんとなく知ってるけど、なんかそれちょっと燃えてるとちょっと飛びつきたくなるタイプの方たちがさ、みたいな感じでさ、で変にさ、あのなんかこうちょっと嫌な目で見られるわけじゃない。それはどうかと思うって思うじゃない。それはどうかと思う感じじゃん。ちゃんと分かった上で言ってるって。だってこっちからはさ何も言えないわけじゃない、正直何も発信はできないわけじゃん、それに関して。だからさ、違いますよとかさ言うのも変な話ですし、なんかどこまでさそんなエゴサしてんだって話じゃん、正味。そうだからいいんだよ、別にあのここでねおしゃべりしてくださる方々はもうさ別にそんなさ、いやねえなんか正味なんかどうでもいいんちゃうって感じじゃない皆様からしたら。そこまでいかない方々がちょっと一番こうね、ウィーって言いがちなので、はぁってなるわけ。そうだからね、あの本当に極力あのなんかね激励に触れないように生きていこうという精神のもと生きておりますので、まあきっとどこかでいろいろ触れてるんだろうと思いますけどもって感じです。だからちょっと分かんないんですよ。どこで何が起きてんだか。だからチグハーグとか言って、なんかそのそちら側の界隈の方に立ってんじゃねえって目って思われたら、おやすみなさいって感じなんですけど。分かんないね、難しいですよ全くもって、この世の中は。まあいいんですけど、別に特になんか好きに言っといていただいてって感じなんで。こんなチグハグの話したらちゃんと頭の中でチグハーグハーグって流れるんだけど、そこまでしか分かんないからそこだけ流れるっていうすごい困った感じになってるんだけど大丈夫。キメキメキとチグハーグハグしか分かんない。ほんと歌うなって感じだよね、ごめんなさい。でもだって頭に流れちゃうんだもん、そこだけば。これから始まることは知ってる。困る、違う曲を流したい。いやそういう時ない、なんかさ曲でさ、いや違うそれじゃないんだ、もういいんだお前はっていう、もうそれじゃない曲を流したいんだっていう時ない、頭の中で CD 変わらない時、頭脳内で。本当に困るんだよね。いや分かる、こうさ本当に困るんだよね。
なんかその能力欲しいんだけど、普通に喉ガスガスなんだけど本当に。そう。あ、そうです、ボムさんなんか情報出てましたわ。そういえばあれさ、待って、どこから見たらいいか分かんないんだけどさ、どっから見たらいいのあれって。これ載ってる？確か載ってなくない？で、あ、ちょっと分かんないんですけど、拾い方が分かってないんですけど、ボムさん、11月8日9日10日9日9日、ボムさん12月号11月9日発売です。ぜひちょっとまた書きますけども、ちょっとなんかどっから引用したらいいのかわからないので、しばしお待ちください。もっと濃い曲で上書きする。あ、確かにね。グループってあの大手じゃないじゃん。あちらの大手さんじゃないですよ。それだったら私口ずさみません。さすがにそこは終わったってことは分かってます。さすがにそこを口ずさんだら終わるってことは分かってます。大丈夫。1月9日発売です、ボムさん、ぜひ、はい、ブブカさんゲットしてくれました。ディズニーよりも怖い。めっちゃおもろい。まあ間違いじゃない。私もゲットいたしたした。私は最後のページが好きでした。ボムさん間違えた、ブブカさん。ボムさんもソロです。はい、やたいことに。ぜひ、おお、そう、ポストカード。ぜひ見てくださいませ。おお、最後のページが一番好きだったかも。多いね。ボムさんの方はいつ撮ったっけ、いつ撮ったっけ、この辺違う、もう一周前だ。ここ、あ、これだ。あーと、またオフショット出しますわ。これあ、出していいんかな、ちょっとわかんない。
ないんですよね。なんかよくシステムが。はい。ちょっとよくわかんないんで、まあ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 。まあ。出してみる系って感じで。もう一個ありますので待っててください。さーい、鼻かゆい。そう、ボムはどこで買っても一緒？どこで買っても一緒ですか？どなたか知ってますか？わからにゃいよ。ちとまでに。多分一緒なんちゃう？これは。え、どない？違いました。私は変わらんね、多分。セブンネットだとミクモンのポストカードがついてきますって感じです。ので、はい、個人で言えばどこでも買わないです。ミクモのポストカードも欲しいなって方はセブンネットさんからぜひって感じです。はいです、そんな感じ。ブブカさんは、はい、あのセブンネットだと私もポストカードがついてくるので、はい、あれですけど、ボムさんはそんな感じです。もかちゃんのポストカードはございません。いや、そう、わかんないんですよ。ポスターがさ、両面超ビッグポスター HKT48 って書いてあってさ、いや3組あるから両面じゃ足りないんですよ。だからどうなってんだろうと思って、だからミクモンが両面なのか書かれ方がわからなくて、ちょっとそっちはわかんないです。ミクモンが両面ってことじゃないのかな、これは。HKT48 っていう書かれ方をしてるっていうちょっと謎なんですよね。ちょっとわかんない。ちょっとわかりません。そう、2組あるのかな、わかんない。あ、裏面上下に2組なるほどね、かな、ちょっとわかりませんって感じです。はい、まあぜひよろしくお願いいたします。ぜひあのどちらもアンケート等よろしくお願いいたします。ぜひともです。来月ちょうど1ヶ月後くらいに発売ですね。はい、ぜひ。ああ、ほうほうほう、待って、9日発売って言ったよね。本当に分かんなくなるから全部さ、スケジュールに書くんですよ私。
OK、 はい、OK、 うん、もうめちゃくちゃ待ち構えちゃったよミラボに。目かゆい。なんか私いつもマツパしてるんですけど、でも目かゆくなっちゃってすぐ目かいちゃうんですよね。でも目かいちゃうとあのマツパさあパーマがさバラバラになってきちゃうわけですよ、徐々に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 。だからバサバサになっちゃってなんかバラバラに困ってます。カニピース、なんか普通にピースしようと思ったらあんまさ指って開かないですよね。どんどんこうやって縮まって、えなんかあのあれみたいになる、なんていうんだっけ、催眠術みたいな、サミズさ閉じてっちゃう閉じてっちゃう閉じてっちゃうあるじゃんみたいに。ちゃんとあの写真撮りましょうとかいう時のピースだったらちゃんとこうやって、ね、するんですけど、これもちょっと、ね、必死なんですよ。今はガチャガチャネイルなんですけど、でもわかんないんですけど、今言うて単色なのであのなんて何もデコボコ凹凸がないんです、デコボコしてなくてね。だから今この状態に上からマニキュア塗ったら何色にでもできるんじゃねって思ってて、できんのかな、調べよう、ジェルネイル上からマニキュア、あなんか落とすときにアンチャガをカンチャガすればいいらしい。多分ね、そういうことだよねきっと。すぐググる、色の濃いものを ノンアセトンを使う、ん？あ、落とすとき普通の除光液を、アセトンフリーノンアセトンを使えば、なるほどね、アセトンの入った除光液はジェルネイルまで柔らかくしてしまう、なるほどなるほど、ハグだって、じゃあ塗れるじゃん、じゃあもう好き勝手できるじゃん、そうしようと。 OK、 ググりました、なのできっと違う色になってます。なんか買いたいなとか思っちゃうね。多分好きにマニキュア塗ります。ペディキュアは普通にあのジェルとかじゃなくてセルフで普通にただマニキュア塗ります、いつも夏は特にしてますね。そう、もうサンダルでさ基本見えるじゃない、だからなんか多分周りは違う色してると思うって感じ。パッ、怖っ、急にパッとかっちゃった。怖いですね、私なんか本当になんか冷静になるとどんどん変な人っていうのがバレていくなと思って恥ずかしいんですいつも。そうだよ、幕張はもう来週です、ええですね、あっという間に。
ぜひ。お待ちしております。ぜひお待ちしております。ので、ぜひ来てくださいませ。楽しみですね。ウキウキですね。そういえばなんかさ、結構なんかあの握手会じゃない、おしゃべり会かとかの時とかにもそうだったんですけど、なんかツアー楽しみだねって言ってくださる方とか、福岡の方と瀬戸に違うのみたいないう方が多くて、いや今回全然マジただの単発コンサートなので、なんかいつの間にか確かに11周年ライブっていうのなんか一緒になってたんですけど、でもあの前全然単発ライブなんで、あの幕張でしかしないですし、幕張オンリーのものなので、はいって気持ち全然あ違うの、全然福岡の瀬戸に知らないんですけど、だってね幕張でしかさアリーナないじゃん、だからそう、あの全然違うものですので、ぜひあの幕張にて、はいお待ちしております。いつの間にかツアーってことになってて、んツアーじゃないよってなりましたけど、そう、そうそう、だから普通にあの幕張オンリーのセトリですし、あの普通にただの単発コンサートなので、未来へのメッセージとかいうなんか意味深なサブタイトルついてましたけど、全然何の意味かは知らないんですけどはそう、ぜひお待ちしております。未来へのメッセージって何って感じですよね。どういうえ何っていう感じですけど、ねとてもとてもえ何って感じですけど意味するものがちゃんとわかるのか、結局未来のメッセージってっていうちょっとその考察的な感じで終わるのかわかりませんけどわかりませんけど楽しみでございます。はい、そうどうなるのか楽しみでございますね。ウキウキ来週だよ、ウキウキ来週でばいですね、来週か意外とすぐだってさあそれが終わったらもう1ヶ月後周年なわけでしょ、やばいですね、あっという間に日が経っていく、震える、早いね、なんかいつの間にかもうそんな時かっていう感じですけど、いや本当に2022が終わっちまうんだが終わっちまうんだが
だって10月でしょ、11、12でもう終わりだもんね。なんか怖いですね。でも年明けたらもう私20歳になるんだけど、怖くない？確かにね、そう考えたら本当に寒くていいんですよ、当たり前なんですよ。もうすぐ20歳だ。ウキウキ、ウキウキですね。成人式があって、やば。ウキウキじゃん、そんなの。頑張って髪伸ばさなきゃ。20歳になりますよ、楽しみですよ。お年玉もサンタさんもありません、ください、誰か。そうですよ、キャドウが20歳になります。かっこ20歳がやってくるよ、やばいね。え、あと4ヶ月ってこと？あと4ヶ月で私飲めるってこと？10月、11月、12月、1月、2… あ？ちょっとわかんないや。まあ5ヶ月くらい？え？ちょっとわかんないね。やばいね。そうなんだよね、この間生誕祭したのにね。やばー、びっくりびっくり、ウキウキですよ、楽しみだね。あ、11時になっちゃう。11時くらいに終わろうかなとか思ったのに、もう11時なんだけど、どうしようかな。5分くらいに終わろう。大した差ない、5分くらいに終わります。5分の差、さすがにね。ちょっとじゃあ終わろうっていうのちょっとあれなので、はい、気持ち終わるよ。ま、明日昼公演ですしね。知ってました？昼公演なんですよ、私たち。私たちはしてお昼に公演がございますんでね。はい、赤ちゃん髪伸びた説、やっぱり頑張ってる、応援してて。応援してて。そう、早起きしなきゃなんだ、頑張るよ。あ、確かに海藻いっぱい食べよう。海藻いっぱい食べよう、したら伸びるかな。そう、頑張れ髪の毛。
でもなんか最近ね伸び遅いんですよ。え、なんか前この辺だったよね。え、だいぶ伸びたね。そう考えるとえらーい、頑張った。切りたいっていう気持ちを必死にこらえまくって切りたいんですけどね。予備感覚なくなってる、なくなってます。頑張れ髪。髪という気持ちで。でもねだいぶ長くない？これ前にしてるからさあれだけど、後ろにしたらだいぶ長いと思う。もう結構伸びたよ。こんくらいだった最初多分。なんて伸びたんだ。ランキング読もう。ランキング読もう。はい、そろそろランキングを読みたいと思います。はい、いきます。13位ゴンタちゃんありがとうございます。12位イチーさんありがとうございます。11位イーチャさんありがとうございます。10位小山地さんありがとうございます。9位しゅんやさんありがとうございます。8位ケンタさんありがとうございます。7位栃木のスーさんありがとうございます。6位花丸さんありがとうございます。6位キャップさんありがとうございます。4位レイさんありがとうございます。5位、あ嘘どうした。3位タカさんありがとうございます。2位ケイゴさんありがとうございます。で1位ゾウキンさんありがとうございます。ありがとうございました。皆様ちょっとすみません、寝坊いたしまして。9時半からやるつもりがすみませんでした。いつの間にか寝落ちしていたもので、一応起きてよかったです。てなわけでまた配信いたします。はい、そういや遅くまでありがとうございました。あ、はい、30分ほど寝坊いたしました。すみません本当に。9時半からやりますとか書いたくせにすみません本当に。気がついたら10時前でびっくりしました。自分でん何が起きてる今ってなりました。失礼いたしました本当に。それではまた明日は昼公演でお会いいたしましょう。それじゃあバイバーイ、おやすみなさーい。